対できそう。まずまずかしら。何か用？元気いっぱいね。いい感じだわ。元気いっぱいね。嬉しそうね。今週はレースがあるわね。うん、いい感じじゃない？嬉しそうね。何か用？一番人気だけど。ただいまより投票受付を開始します。
桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。大阪杯 2000m、 まずまず揃って飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。5番ネンハイシーザーが上がってまいりました。それから2番ベガ、1番エルカーサリバー、その外マーベラスクラウン、4番スターバレリーナ、その後ろでやりましょうか、12番ヤマニンファントム、それから7番ナイスネイチャー、その外からはヤマニンフォックス、内を通りまして6番ステージヒーロー、そしてその後ろからサンドピープル、オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気の方の投票であります。第2コーナーから向こう流し、しんがりから9番ダイナミックバード、もう一度前から整理はベガであります。オレンジの帽子、畑野投票、追い込み体勢に入っている。まだ先頭、ベガ、外から差を詰めてきている。畑野投票、内からは、マーベラスクラウンが来ている。先頭、武豊と、ベガ、内から一頭、マーベラスクラウン、マーベラスクラウンが3番手、ベガ、先頭、ベガか、ダイナミックバードか、ほとんど同時です。レースを終えた馬が戻ってきたわ。何かよ。今週はレースがあるわね。何か用？元気いっぱいね。いい感じだわ。元気いっぱいね。嬉しそうね。
じじゃない？嬉しそうね。今週はレースがあるわね。よ。何かよ。ただいまより投票受付を開始します。12頭の思いはそれぞれです。宝塚記念、果たしてどの馬が夢をつかむのか。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、三輪林でか、片野東証か。私の夢は町金タンホイザです。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは7番ネーハイシーザー、それからもう1頭ベガ、10番インターマニュエル、三輪林秀がその後ろ、そして5番手に8番ゴールデンアワーであります。それから6番ダンシングサーパス、そしてその後ろから2番ステージチャンプ、外から1頭アイルトンシンボリ、4番桜千歳王、内を通りまして3番ナイスネイチャー、1番マチカネタンホイザ、そしてしんがりから片野東証であります。もう一度先頭に戻りましょう。先頭を行く12番ベガ、カンバシンリード、ドキドキしますね、本当に。そのうちからはネーハイシーザー、そして1番人気の三輪林でうまくいっているんではないでしょうか。そして外からは10番インターマニュエイ、
それから8番ゴールデンアワー、その外にアイルトンシンボリ、その後ろでやりましょうか。6番ダンシングサーパス、内から1頭、2番ステージチャンプ、4番桜千歳王、それからナイスネイチャー、そしてその外に1番バチカネタンホイザ、片野東照、いい感じで上がっていく。ベガーが先頭です。内を通ってネーハイシーザー、これが1番人気の三輪林で、岡部騎手、この手応えはどうか。さあ阪神競馬場は大歓声であります。片野東照直線伸びてくるのかどうか、外を通って三輪林でか、三輪林でがかわした、内から一頭ネーハイシーザー、さあ先頭は三輪林で、今日も涼しい顔をして楽々とゴール板を通過した。ちょっと元気ないわね。1着、5番、2着、3番、3着、7番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。じゃない？何か用？